の祭典鈴鹿8時間耐久オートバイレース、いよいよスタート。まず一気に飛び出したのはゼッケン39、元気盛りの宮崎。ずらりと並んだ GP ライダーたちを抑えて体幹のトップ走行、その差を開きにかかる。しかしわずか数ラップ後には宮崎は遅れ、 GP ライダー組がトップ集団を形成。全日本のワークス軍団はセカンドグループ。年々周回数も増え、去年はついに200周へ。このハイスピードを維持できるチームのみがチェッカーを目指せるのだ。6ラップ目に入ってトップはゼッケン99、ワインガードナー。2位にゼッケン3、レインレイン。それを追ってゼッケン6、マイケル・ドーソン。ゼッケン21、マイケル・ドーハン。ゼッケン12、ケビン・シュワンツと続く。ゼッケン10、唯一の女性チーム、ネスカフェアメリカーナチームは健闘が光り、中盤を走っている。1時間が経過してトップはゼッケン99、ワイン・ガードナー。2位にゼッケン3、ウェイン・デイリー。3位にゼッケン6、マイケル・ドーソン。この3強の好バトルが15万7000人のファンを一気に沸かせた。勝つためにやってきたと断言したガードナーは、去年のリタイアの雪辱を晴らすために今年に全てをかけていた。そのガードナーに続いてドーソン、そしてレイニーがピットイン。軽快なピットワークで再びコースへと飛び出していく。レース序盤の山場はまさにこの3人のデッドヒートだ。ガードナーたちが快調にトップ争いを続ける間、ゼッケン21、ドーハンはあえてこの三つどもえの戦いに参加することなく、後方で展開を見守っていた。ゼッケン12のシュワンツからバトンタッチしたポーレン、10位前後と不本意なポジションを走っていた。2時間が経過してトップはゼッケン3、ケビン・マギー。去年の奇跡の大逆転に続いて V2 を狙う。ガードナーから変わったマッケンジーはトーストマシンに乗り慣れていないため順位を落とした。そしてその他のチームも続々と2度目のライダーチェンジ。マギーから変わったゼッケン3、ウェイン・レイニーは87年度の AMA スーパーバイクのチャンプとあって、トーストのビッグマシンはお手の物、リードを広げる。58周目デグナーカーブでドーソンが転倒。思わぬアクシデントにファンは騒然とした。3時間目に入ったところでトップはケビン・マギー、2位にワイン・ガードナー、3位に平忠彦。ドーソンは辛くも再スタートを切ったが、順位を30位まで落としてしまった。これで楽になったのはゼッケン3、ウェイン・レイニーのチームラッキーストライク・ロバーツ。ゼッケン12の吉村チームは前日行われた4体を思わせるような追い上げで102周に入ったところで3位へと順位を上げた。トップはゼッケン3、ウェイン・レイニー。ゼッケン21、平忠彦とゼッケン12、ダグ・ポーレンが2位争い。そして午後3時45分、105周目、ゼッケン99、ワイン・ガードナーが S 字立ち上がりでエンジントラブル。惰性でピットまで戻ったものの、二度と彼のマシンはピットを離れることはなかった。
日没とともに全車にライトオンの合図が出たが、ゼッケンさんケビン・マギーのマシンに明かりがつかない。この時点で2位との差は約50秒だが、このままライトが点灯しない場合には失格の可能性も出てくるとあって、ピットはついにピットインの合図を送った。ヤマハのチームラッキーストライクピットには重い空気が広がった。しかしピットはこのライトのアクシデントをわずか6秒で克服。ファンから称賛の拍手が送られた。キングケニーも思わず一安心といったところだ。どうやら勝利の女神はキングケニーに微笑みかけたようだ。そしてレースはいよいよ日没後のナイトシーンへと突入した。トップを快走するのはゼッケン3、ケビン・マギー。そして2位をキープするのはゼッケン12、ケビン・シュワンツ。吉村独特のブルーのライトが闇の中に鮮やかに光る。3位にはゼッケン21、平忠彦。果たして平、8台初めての完走なるか。15万7000人の大観衆が見守る中、ストレートに現れたゼッケン3、ケビン・マギー。それを追うブルーライトのゼッケン12、ケビン・シュワンツ。そして表彰台を間近にしたゼッケン21、平忠彦。ゼッケン47、川崎の総和忠組は日本人最上位の5位を快走。ゼッケン10、ネスカフェアメリカーナチームも最後の頑張りを見せる。そして残り10分、場内のファンはカラービジョンの映像に悲鳴に近いどよめきを上げた。ゼッケン21、平のマシンが S 字で立ち往生、エンジンの火を消した。平は今年もまたチェッカーを受けることなく8体を終えてしまったのだ。1988年7月31日午後7時30分、長い戦いにピリオドが打たれた。大きくチェッカーが振られ、ウィナーのマシンがメインスタンド前を走り抜ける。優勝はケビン・マギー・ウェイン・レイニー組。マギーとヤマハはこれで2連勝を飾り、チームラッキーストライクは初優勝。日本勢ではゼッケン47、総和忠組が5位に入賞。長い1日が終わった。 V 型4気筒エンジンが逆バンク立ち上がりでいきなり鼓動を止めてしまったワインガード。残りわずか10分でスローダウン。表彰台がまたもや夏の夜の夢と化した平忠彦。彼らのバッドラックとウィナーのグッドラックはまさに紙一重の差だったのかもしれない。今年で11回目を終えた鈴鹿8時間耐久オートバイレース、敗れた RVF、 勝者の YZF、 共に新たな歴史がまた刻まれた。夜空に広がる花火のように、鈴鹿の熱く長い一日が1988年の夏に大きく弾けて、そして終わった。